はい、皆さんこんにちは、シスです。というわけでね、引き続き風邪をひいてる、時の実況になるんで、お聞き苦しいところあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。というわけで始めていきましょう。グラウドちゃんがね、なんか右に光ってんな。フェニオカ囚われたので、こっから脱出していきましょう。早く、ね、出ないとね、エアリスがね、やられてしまいますので、そう行き急がないで、もっとオイラたちと楽しもうぜ。そういう趣味はないんだかな。あれ、どうすればいいんだ、これは。トリコか。カモンベイベー。お前のハートはキュートで。いや、そんなことより俺は出たいんだが、どうすればいいんだ。出させてほしいぞ。出られない。おっと。そう急がないで、もっとオイラ楽しもう。いやいや、楽しみたくないんだが、出られないぞ。ここでイベントが進むのかな。だってだってあんたらみたいのは俺の趣味じゃないんでね。ほいっと。な、男、この野郎騙しやがったな。やれやっちまえ。どういう意味のやれかな。おい、クラウドさんね、実力を持ってすればね、こんなのは全部戦うでいっそうですね。あー、マテリアな、攻撃マテリア全体にしておけばよかったかな。回復なんだね、今全体が。まあ問題ないでしょう。うわ、弱っ。これ全然問題ない、ね。はい、じゃあどんどんね、この雑魚どもを片付けていきましょう。はい、これで終わりかな。なかなか一挙前にいい銃を使っているけど。早くね、行かないとね、エアリスかね。エアリスの無事を確かめに行かないと、まずいことになってしまう。これ、お母様に顔向けできない。お、窓あんのかい。一度に襲ってくればいいものを。はい、ブレイバー。両弾と。嬉しかった。お、なんか今、覚えた気がするぞ。ちょ、待て待て待て。今のがリミットじゃないのか。あ、強切り覚えとる。あ、これセットしよう。ん？違うのか？リミット、ん？ブレイクレベルを変えると？待て待て、違うのか？これでもう強切りが使えるのか？よし。これで今度から、さらに強いリミット技が使えるようになったのかな。お、クラウド、ん？誰だ？お、ティファ、ティファじゃねえ。ん？ティファか。まあ、俺が分かってねえぞ。うん。大丈夫か？エアリス、大丈夫か？私は甘く見てると痛い目に遭うんだから。いいね。頼もしいわ。そのくらいね。の子の方がね。あ、やばいやばいやばい。これいないってことは。寝室か、寝室か、寝室か。待て、待て。ほひー。これこれ。そんなに恥ずかしがらんて。もっと近へな。でもコルネオさん、その前に一つ教えてほしいの。おお、教えてやるぞ。手取り足取りじっくりとな。ほれほれほれ。もうダメだろこいつ。いいえ、違うの、そうじゃなくて。うん、ダメダメよ。ちょっと待って。ほれほれ。ああ、もうこれ、このこれはちょっとまずい。ピスト運動してますよ。我慢でき、我慢して。クラウド、よし、間に合った。はい、コルネオさんね、こっから生きて帰れると思うなよ。うちのエアリスをね。ごめんなさい、コルネオさん。騙してたの。何がどういう。悪いけど質問するのは私たちの方よ。手下に何を探らせていたの。そうだね、バレットのね、から、こいつがね、なんか裏でなんかやってたぞっていう話を聞いたからね。切り落とす。もう怖いね、クラウドさん。強切りっていうね。さ、どうぞ。何したんだね。片腕が銃の男のねぐらを探らせたんだ。おー、バレットだね。そういう依頼があったんだ。どこからだろうね。誰から？喋ったら殺される。あー、まあ、信頼カンパニーだろうね。
言いなさい、言わないとねじり切っちゃうわよ怖いね。ほひシーナのハイデッカーだ。ハイデッカーさんですか。ほう、治安維持部門総括ハイデッカーね、覚えとこうか。やっぱね、シンナだね。シンナの目的は言いなさい、言わないと食いちぎるわよ。あ、すりつぶす。うわ、なんかもえぐいなお前。姉ちゃん本気だな。えらいえらい。俺もふざけてる場合じゃねえな。お、なんだお前、シンナアバランチとかいうちっこい裏組織を潰すつもりだ。アジトもろともな。うん、文字通り潰しちまうんだ。プレートを支えてる柱を壊してよ。ああ、そういうことですか。ちょっとそれはまずいな、止めないと。プレート落ちてきちゃうもんね。全部ね、終わってしまうね。ほうほう、7番街スラムがなくなる。それまずいね。一緒に行ってくれる？おお、もちろんだティファ。行きましょう。うん、ちょっと待った、なんだね。もうすりつぶされてるから。うん、すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと本当のことを喋るのはどんな時だと思う？死を覚悟した時、勝利を確信している時。何がなんだよ。まあ大体こういう時はね、勝利を確信していると勘違いしている時だね。ほひー、あったりー。マジですか。なかなかやるでもないか。ああ、なんか神羅っぽいけど、てか俺らどこにいるんだ。あ、違うのか。これ俺らが落ちたとこではないな。その頃ってやつだな。これが治安維持部門の総括さんですか。あ、違う、プレジデントさんか。準備の方は。あ、こっちがハイデッカーか、デブだな。ガハハ、順調順調。実行部隊はタークスです。あー、タークスか。うん、タークスまた会いたいな。本当にやるのですか。たかが数人の組織を潰すのに。今さら何かね、リーブ君。リーブ21。いいえ、しかし私は都市開発責任者としてミッドワールの建造運営の全てに関わってきました。ですから、リーブ、そういう個人的な問題は朝のうちにトイレに流しちまうんだな。市長も反対しているわけであり。市長、このビルの中でボソボソと飯を食ってるあいつか。あいつをまだ市長と呼ぶのか。それでは失礼します。すげえ上向いてる。なんかワンピースでそんなやついたな。上から目線がすげえやつ。君は疲れているんだよ。休憩をとって旅行でも行って。あ、お暇をいただいてしまったな。これは首ってやつですね、いわゆる。7番街を破壊する、アバランチの仕業として報道する、神羅カンパニーによる救助活動。完璧だ。あ、俺らは、なんだ、下水ですか、ここは。あ、あのアイテムが欲しい。ちょっと、とりあえず、仲間を。あれ？ん？大丈夫か？あ、やべえ、これはエアリスを先に助けると、エアリスの好感度を上がるとか、そういうのあるのか。なんかね、ヒロインを選ぶ的なコメントがあったからね。俺は全力でティファを選んでいく。所存であるわけだが。まあ、最悪の事態からは逃れた。うん、そうだね。よし、じゃあ。でもない。なんだと。え？え？ボスですか？まさか。嘘、マジか。うわ、強そう。あれ、でもリミット溜まってる。うっしゃー、ヒット。はい、あ、待って、魔法にしようか。ファイヤー。魔法。フリザード。うわ、まあ、やべえな。ラッシュ。はいはいはい。ファイヤードーン、ブリザード。ああ、これついてないやつだな、マテリアが。
ケアルかけて、なんかないのかな、ブリザード、まあブリザードでいいだろう。津波、あ、結構やばいかな。大丈夫だな、ケアルで回復して順調じゃないか。回復はね、結構ね、過剰くらいにやっとかないと何があるかわからないからな。よし、でティファル殴って、エアリスは魔法でサンダーが効くかな。サンダーからの、ちょ、過剰かもしれないけど回復を入れといて戦う。いいじゃない、いい、ちょうど全体回復したところで全体攻撃来たよ。でケアル全体で回復してからのサンダーと、あんま弱点とかないのかな。まあ、安定して魔法が効いてる気もするが、ティファちゃんがね、ちょっと装備を今してあげるべきだったら、せっかく買ったんだけどな、ナックルをね、今装備多分してないんだよな。あ、やばいかなこれ。あ、でも、ま、これはあんまり食らわないやつだな。あ、わからないな、ちょっとこれ覚えなきゃダメだな、このリールも。うん、ラッシュかな、あんま強くないんだよな、普通の攻撃と大差ないからな。戦う、あれリミット溜まってたっけ。強切り、強切り、これでしょ。ほら見せてみろ、クラウドの新技、強切りでフィニッシュだろ。強、お、強いけど終わらないあー、惜しかったな、強切りで終わったらかっこよかったんだけど。よし、さ、問題もなかったので装備をね、お、フェニオだ。せっかく前回買った装備とかをつけましょう。え、もうダメだわ、マリン、バレット、スラムの人たち。うん、そうだよね、柱壊すなんてすぐできるもんじゃないよね、まだ時間はある。よし、装備したんでね、行きましょう。あの回復アイテム欲しいな、回復かどうかわかんないか、あのアイテム欲しいな。まあね、ザコは蹴散らしていきましょう。まあ強くないでしょう、ボスがあのくらいだったんで。先制攻撃いいね。まあ魔法ちょっと控えめでいきますか。水鉄砲、うん、大丈夫だねこれはね。下からか、こっちから行って、あれ、ここ登れないのか。あ、登れた登れた。ポーションと、でこっちかな。まあね、脱出していきましょう。セレクトでね、このマップが見れるっていうのはね、素晴らしいね。マップっていうか、このマップのね、出入り口が見えるっていう。おー、え、盗む、お、すげえいいもんゲットした。とりあえずね、エアリスに盗むつけたんで、早速使ってみようか。戦う、これ盗むね。どうなんかね、6の時はあんま盗む有効活用できなかったんだけど、盗めなかったか。泡、おお、新鮮さ盗んだ、いいじゃないいいじゃない。あめ、間違ったごめん、嫁から怒られた。飛び降りてみよう、やめるか、飛び降りてみよう。
でも下水からさらに下に行くってことか。おお、二手に分かれたね。うん、どっちが正解なんだろうか。分からんな。とりあえずここで、ん？なんだこのボタン、緑は。ん？緑何も起こらないわけだが。あ、こういけるっていうだけか。おーし、じゃあね、ここを出て。お、音楽が変わったっていうことは、お、出られたね。あ、セーブポイントあるし。あれ？戻っちゃった？いやいや、俺は下水の生活なんて嫌だ。タートルズを思い出すね。下水の生活っていうと。あ、列車の上にアイテムがあるぞ。エアリス、すっかり巻き込んでしまってごめん。いいの？気にしないで。よし、ゴー。ここはあれだね。トイ君が墓場って言ったとこだね、確かね。じゃあ、セーブポイントがあるので、今回はね、じゃあここまでにしましょう。皆さんどうもご視聴ありがとうございました。